松平雷は、江戸時代後期の大名、日立国志士土藩八代十代藩主。官位は、十五位下、主税頭、三島幸男の皇祖父にあたる。五代藩主、松平雷九の四、男として生まれる。当時すでに雷九は隠居しており、後を継いだ着難の雷隆が創生したため、水戸本家から雷が養子入りしてその後を継いでいた。文政十年、 日立水戸藩の一門で、過労閣、松平頼吉の幼女、伊藤正室とし、養子となって重ねろく、三千国。手税頭となる。天保2年4月3日、長男、頼範を設ける。天保3年2月26日、長女、雪を設ける。雪は、嘉永2年8月26日、17歳で死亡した。天保9年、水戸藩主。 徳川成明の命により、長倉城跡を修復し、長倉陣屋を建てる。天保十年5月16日、内賀氏主なくして重病にかかり、既得となったため、急遽その養子となって、成果を継いだ。同年12月18日、十五石田を賜る。父、内宮、岐父保福と共に、徳川成信、成明兄弟の王子にあたり一門でもあったので、 藩主就任前から成秋の本家水戸藩相続に尽力し、成秋に従って藩政改革を行う。校歌三年九月二十一日、家徳を長男の頼範に譲って隠居するが、その後も水戸本家を継いだ徳川義哉の補佐を務めた。即室に佐々木氏の娘を迎え、校歌四年八月十九日に、次女のお安政三年一月十日に、次男の頼康を、 安政4年8月13日に三女の高を、安政5年8月15日に三男の雷平を、文久元年12月11日に四女の艶を、文久2年9月30日に、栄を設ける。源氏元年、水戸藩で、天狗党の乱が起こると、長男の頼則は、鎮圧に失敗したことを幕府よりとがめられ、10月5日に、切腹した。去年35、 来意自身も連座して拘禁され、シシド藩は廃藩となった。慶応4年2月、新政府よりシシド藩の復旧を命ぜられ、来意が再相続する。明治2年、来意の藩籍奉還願いが受理され、5月25日に地藩寺を任命される。明治3年、シシド陣屋の拡張を願い出るが、明治4年の廃藩地験により面貫される。その後、明治十年に、 常磐神社の神官となった。文化人として優れており、成明の辞席をまとめた、告げ編や、名人歌集十巻などが出版された。徳川成明らの編纂した、名人歌集に抜文を書き、これを、獅子戸藩の藩校を治む特藩の蔵板いたとして出版、江戸の書士より発行した。1880年7月、家督を次男の頼康に譲る。 1883年9月6日、14位を賜る。1886年12月17日、77歳で死去。ありがとうございます。